はい、どうも岩高です。本日はですね、岡本選手ですね、使っていきたいと思います。まあ岡本選手ね、いろいろ変わっていて、まあ守備適性がね、まあファーストにあってメインがね、でサードの守備適性が B から C になって、で広角も外れているというね、まあこの絶望なね状況を、まあ、今回、まあ、それを出していきたいと思います。まあプルヒでもね使えるんだぞっていうところを見せればいいなと思います。まあ、ダルビッシュ、まあ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 、海山さん、さあ1打席目ですね、フルヒッターだけ発動。そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、いいよ、もうこれホームランだったら終わるか。さあそういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。いやーえぐいな、スラブボールになります。今のはバッターよく見ましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。いいな、おい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 、フォアボールです。さあ5個打てば何とか得点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。うん、そうです、ね、打った、よし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 、えぐ、松田えぐいね。頭を越えました。さあ岡本も逃がしてくれ。そして打席には岡本が入ります。相手はバーネットですね。得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあここで追加点が入るとぐっと勝利が近づくでしょうからね。なるほど、よしよし、手を伸ばして取った。今にさあ行きましょう。相手山本ね。そうですね。どうしてもこうやって撮影してるけど、僕もいいじゃん。インコース詰まりました。ちなみに話しながらやる。ワンアウト。バッターは2。ツーアウトなら。さあここ打ったら岡本回ってきます。やはりランナーがいると初球も慎重になりますね。なるほど、そうですか。切りました。ファウルボール。さっきのね話なんですけど、僕一応期末勉強中なんですよ。なんで、まあ、動画の投稿頻度もともと少ないですけど、まあ、余計遅れるんで皆さんそこはちょっと承知してください。ということで岡本に回ってきましたよと、アーチストが出ました。まあ、プルヒはまだ1回出たな。これでは絶対受けたやん。今今のはバッターよく見ましたね。チャンスボール来たのに最悪、はい、変化球わずかに外れてボール。変化球打っていった。岡本いけ、止め。小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代立ち上がりは特にどのようなこと考えられてる。種市だからホームランチャンスはある。とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事でしたね。はい、そのあたり注目して立ち上がり見ていきましょう。いや、いや、いや、もういいや。